つもご視聴いただきありがとうございます。赤ゴリです。さあ今回も面白かったらぜひ高評価お願いします。お願いします。さあそれでは参りましょう。検証スタートです。まずは落ち葉の山に落ちても落下ダメがないらしい。ブッシュと同じく落下ダメなし。じゃあクラゲの上でも落下ダメはないのか。これも落下ダメはなし。続いて通常ダッシュよりも間に飛び越えを入れる方が長くダッシュができるらしい。まずは通常ダッシュ。だいたい建築の端っこくらいまで走れる。次は飛び越えを間に入れた場合、これくらいの結構差がある。さては次 NPC マップを紹介してほしい。行きましょう。これが今のマップ。 NPC マップはこんな感じ。左にいるワイルドカードは3箇所のどこかに出現する。でもカードはスペード、クローバー、ダイヤ、ハートの4種類があるので、もしかしたら4箇所かもしれません。さあこの中で雇える NPC はこちら。現在この5人が雇える NPC。 もう少し増えてきたら今シーズンの NPC 最強バトルをやってもいいですね。高評価した。あ、忘れてた。高評価お願いします。続いてバイクに乗ってる時にショックウェブハンマーで奇襲攻撃ができるらしい。ハンマーにカーソルを置いた状態で叩きつけをする。川を飛び越えるくらいの奇襲攻撃ができる。川の向こう側でバイクに乗ってる敵がいたら注意ですね。続いて燃える暖炉と燃えない暖炉があるらしい。うん、これは燃えない暖炉。燃える暖炉があるので注意してください。あ、次はバイクをよじ登れる技があるらしい。ジャンプボタンを長押しで貯めてジャンプと同時に降りてすぐによじ登る。まあ使い方によっては良い時もあるかもしれませんね。例えばストームに迫られてて断崖絶壁がどうしても登れない時とかはいいかも。さては次バトルラボを作ったよ。行きましょう。もしかしたら他のクリエイターさんがもうすでに作ってるかもしれませんが、もしよかったら探索なんかに使ってみてください。コードは後ほどまたでっかく出します。まずマッチに入ったら待機島からスタート。そしてこの待機島はスタートを押さなければ80秒間の時間があるので、その間に自由に待機島を探索もできます。でスタートするとバトルバスに乗って出発。このバス倍の速さで飛びます。バイクの運転やマップ探索にどうでしょうか。コードはこちら。
2273-0715-4834。 概要欄にもコピペできるようにコードを貼ってます。制限時間をなしにしているんですが、1時間後にストームが来ます。でもそのストームはダメージをなしにしているので、結構長く遊べると思います。もし不具合とかがあれば言ってください。対応できそうだったら対応します。さあ、もう一つ、ショックウェブ棒練習部屋、4481-8613-9220。 以前に作った改良版です。今シーズンは割と棒が重要な役割がありそうなので、フレンドさんと練習してみてください。1ラウンド10キル選手で終了です。さあ、大気島から見えるバトルワト、実は偽物だった。いきましょう。通常こんな感じで大気島から見えてるバトルワトで、こんな感じでバスに乗ると思うんですが、リプレイカメラで見てみると、この位置からカメラをずっと引いてみる。あれ？バトロワ島がもう一つ。そして右側のバトロワ島の上空を見てみると、バトルバスがある。なので多分右側、こっちが本物のバトルワ島だと思います。で、大気島から見える方の島へ行こうと思ったんですが、見えない壁があって行けない。まあ話のネタにでも使ってください。前回の動画でいただいたスーパーサンクスです。200円、 I love ワンワンさん、スパゴリ Thank you、 ありがとうございます。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。こんな検証してほしいがありましたら、コメント欄または他の人に見られたくないって人は概要欄のコメントフォームからお願いします。以上、若ゴリでした。バイバイ。おつぐり。